こんにちは、ヨミヤチャンネルのヨミです。えー、本日はですね、1980年代に一世を風靡したカシオのゲーム電卓のデジタルインベーダー。なんかこの製品、一昨年復刻版が出ていたみたいですね。そんなデジタルインベーダーを私も AT タイニー85を使って復刻させてみました。とは言っても全く同じではないので、デジタルインベーダー風ゲームということでお願いします。まあ、例によってまずは回路図を説明したいと思います。 デジタルインベーダーを作るにあたっては、まあ、どうしても表示器が必要なのでこの辺の表示用のハードウェアとあとはキーボードですねこちらをまず作る必要がありますそれでまずは表示用のディスプレイなんですけれども今回は7セグメントの LED で8桁を表示できるようにしますそして今回駆動方式は7セグメント LED を高速で順番につけていくダイナミック方式を使用しますそして7セグメントの LED の駆動用に コモンンンン側側のトトトララジジススタタとセグメにを入れてありますで今回ダイナミック駆動となりますので配線はセグメント側8本、コモン側8本の計16本の信号線が必要になってきます。で今回使う AT-85 t i は信号線が5本しか使えないのでここのシフトレジスターを使って駆動用の16本の信号を出せるようにしています。 そしてキーボードは今回 AIM キー、ファイヤーキー、スタートキー、クリアーキーの4つを実装するようにしました、まあ、回路としてはこんな感じになってますちょっとここで7セグメント LED のダイナミック駆動について説明します先ほど回路図にあったこ,このコモン信号なんですけれどもここのコモン信号を順番にローにしていきます そしてその時にセグメント側の信号線をコモン信号のローのタイミングに合わせて表示したい数字を出力していくことで8桁を表示できます、まあ、具体的に言うとコモン線がこのように順番に変化していって各桁の数字を表示していきますこれを繰り返していくわけですね、まあ、こうすることで16本の線で64個の LED を駆動できるわけです ただここで注意が必要なのが7セグメント LED は8回に1回しか点灯しないのでどうしても暗くなってしまうんですよねそこでなるべく明るく点灯できるようにトランジスターを入れて増幅しています で特に問題になるのがコモン側のトランジスターでここは7セグメントの LED 全てを点灯させた時に全ての LED で流れる電流がここのトランジスターに流れますのでコモン側はどうしてもシフトレジスターの IO バッファーだけではドライブしきれなくなってトランジスターの増幅が必要になってきます。 しかしセグメント側のトランジスターは一度にドライブする LED は一つなので今回トランジスターは入れてありますがシフトレジスターの IO だけでもドライブできると思います、えー、それでは組み立てていきますまぁハンダ付け動画のところはところどころ飛ばしていきますねまずは7セグメント LED の取り付けからですちょっと話は脱線しますが 今回使っているベーク版は Amazon で安く購入したものですが基板はソル、ランドは錆びる、ハンドは乗りづらいとあまり使いやすくなかったのでちょっと失敗したかなと思ってます。やっぱガラスエポキシの方が使いやすいですね。LED のハンダ付けの方はマトリックスの横配線が終わって縦配線の方に移ってきてます。 8桁の LED は以前スタティック駆動で作ったんですけれどもその時には全てのセグメント線をシフトレジスターに配線しなければならなかったのでかなりぐちゃぐちゃになったんですけれどもマトリックス接続だとハンンダ付けがシンプルになりますね。次にコモン側のトランジスターのハンダ付けは特にコメントがないため飛ばしますがセグメント側のトランジスターのハンダ付けにはちょっと不満がありました えー、セグメント側の、えー、トランジスターとベース側の抵抗もつけることができました。ちょっとあまり綺麗にはいかなかったですね。シンメトリカルに作りたかったんですけれども。まあ、とりあえずいいとします。ちょっと途中動画を撮るのがきつくなったので止めてたんですけれども、えー、無事出来上がりましたね。まあ、一応 IC と、えー、スイッチもつけてみました。 まあ裏側はこんな感じですねダイナミック駆動にするとやっぱ裏側がシンプルになりますよね前作ったスタティックの基板っていうのは結構もう配線がぐちゃぐちゃになってましたからねこれでデジタルインベーダーを作っていきたいと思います ハードウェアが出来上がったので、いよいよソフトウェアですね。まあ、プログラムの方を作ってみました。a t t i n y 用にコンパイルしたところ、スケッチサイズが 3312B、まあ、a t t i n 八8五の40%のメモリーを使ってます。そして RAM が9 2ト。こちらは17%ですね。なので、まだまだ余裕ありますね。8アタックまで詰め込む余裕がありそうです。 まあそれはさておいてプログラムの方を説明していきますけど、まあ、今回デバッグは Arduino n のナノを使ったので Arduino n のナノ用のピンアサインが残ってます、まあ、AT-85 用のピンアサインはこちらですねそしてちょっと飛ばしてここのスキャンラインインターバルというのが LED を順番に点灯していく感覚になってます、まあ、単位はミリセカンドなので1ミリセカンドで表示が切り替わっていきます なので8桁全部表示するのに 8ms リフレッシュレートが 125Hz ということになりますねあとこの辺の細かいところも飛ばしてここのゲーム設定ですね、まあ、これが今回作ったデジタルインベーダーの仕様とも言うべきところになりますインベーダーの出現間隔を1.5秒に設定してあります、まあ、実物がどの程度だったのかっていうのは測ってないんでわからないんですけれども、まあ、やってみたところこんな感じかなというところで設定してあります そして次のインベーダーの出現間隔はステージをクリアするごとに速くなっていくんですけれどもその加速レートを10%に設定してあります。 なので1面クリアするごとにインベーダーの出現間隔は10%ごと縮まっていきますなので10面になりますと出現間隔は1面の時の38%くらいになりますまあ結構早くなりますけどねまあそれくらいじゃないと私がクリアできないので加速レートを10%に設定してありますが実機ではどれくらいになっているのかは知りませんそして次がナンバーオブゲームセットなんですけれども10面クリアした時点で加速レートが元に戻ります まあ実機も確かこういうふうになってたと思うんですよね。 そして侵略方向も左に向かって攻めていく方式から右に向かって攻めていく方式に変わりますそしてフィールド上に存在するインベーダーの数も6から5に変わりますねさらにもう10面クリアすると完全に元に戻ります、うん、まあ確かこんな仕様があったんじゃないかとかすかに記憶してるんですが実機を持ってないので違ってるかもしれませんこの辺ウェブ調べたんですけどよく分かんなかったんですよねあとはこの辺は実機と同じになっていると思います まあこの辺変えていくとオリジナルのデジタルインベーダーができて面白いかもしれないですけどねそしてそして AT タイニー85はデフォルトだとクロックのプリスケーラーが1 8分の1に設定されているみたいなので1倍に設定して8メガで動くようにしてますまあおそらくこうしないとリフレッシュレートが間に合わなくなると思うんですよね、まあ、ゲーム自体は多分それなりに動くとは思いますけどねまああとは一連のピン設定が載って まあこれ AT-ty285 の時にはコンパイルされないようになってるんですけれども Arduino なのでデバッグの時に必要だったので入れてうっかりそのまんま AT-ty285 に入れてしまったらなんか動かなかったんですよねなので AT-ty285 の時には外すようにしています。まあ、もっっデバッグが終わっちゃったらいらないいなですけどね そして一番の肝となるメインループですね、まあ、ここは大きく2つに分かれていて1つはここのスキャンラインインターバルの間隔で実行されるルーチンとあともう1つはステートという変数の値によって動作を変えるステートマシンの部分に分かれてます、まあ、これ細かく説明していくと眠くなってしまうので、まあ、大雑把に説明しますとこちらのスキャンラインインターバル間隔で実行されるルーチンに関しては ディスプレイの表示とキーの入力を受け付けるようにしていますそしてステートマシンの方はここのステートという変数の値によって処理が切り替わるようになっています今回のプログラムは停止する部分がないので止まることなくループは呼び出されています例えばステートがステートインゲームになっていればループが呼ばれるたびにここが実行されるわけです そして例えばこの中でステージがクリアされた場合とかゲームオーバーになった場合その時にはこの中でステートが変わって次にループが呼び出された時に実行される処理がこちらのステートステージクリアとかゲームオーバーに切り替わっていくわけです、まあ、こんな状態で状態を切り替えながらプログラムが実行されていきます、まあ、ちょっとこういうプログラムの組み方は慣れないとわからないかもしれないですけれどもやってみると結構プログラムの柔軟性があってやりたいことが自由にできる感じでした えー、それではお待たせいたしました。いよいよ完成したデジタルインベーダーのお披露目です。最終的な完成形としてはこんな形ですね。ここに AT i イに8 5が乗っかって、で、こちらの方に電源用の USB 端子を付けてみました。あとは電源用のスイッチ。それとあとはアルディーノの接続ピンはまだ残してあります。そしてキーの方なんですけれども、ここが AIM、FIRE、そしてゲームスタート。で、ここはクリア、ゲームを停止したい場合に使います。 それではスイッチオンまずはハイスコアが表示されます。そしてハイスコアは電源を切っても内部の E スクエア P ロムに記録されるようになっています。で、クリアしたい場合には AIM キーを押しながらファイヤーを押すとクリアされます。これでクリアされました。でそれではプレイしてみます。インベーダーの進行速度はこんな感じ。ちょっと遅いですかね。お、運よく5が2つ出てきましたね。足して10になるので UFO が出てきます。 300点ゲットです。あと2つですね。ステージクリアすると、面数と点数が表示されます。残り1個になったところで油断して AIM キーを押しすぎて7を通りすぎてしまい、やられてしまいました。やられたので放題が1個減ってますね。オリジナルだとここで点数を表示してたかもしれないですけど、せっかちな読みさんはそんなの待ってられません。 面面クリア次がいよいよよ最高速の10面になります。やっぱりスピードの方は速いですね。やられてしまいました。私が大昔にこのゲームをやった時にはクリアできなかったので、実機よりはちょっと遅くなってるかもしれないですけどね。と言ってる間にまた一機やられてしまいましたね。速くて実況が追いつきません。まあそれでもなんとかクリアしました。10面をクリアしたので、インベーダーの進行方向と数が変わります。 スピードは一面の時と同じスピードに戻ってますね。獲得できる点数は2倍になってます。18面までクリアしました。あと2面クリアすればスピードも進行方向も元に戻りますね。しかし、世の中はそんなに甘くありません。間違えた。 うん、結果は9面の13,240点でしたスピードは私が遊ぶ分にはちょうどいいですねまあ実機と比べて違うところはあるかもしれませんが私なりにはよくできたと思ってますうーんなんかオリジナルのゲーム電卓が欲しくなっちゃいましたねちなみに今見たら Amazon で1,834円で売ってましたお届け日明日になってますねという言葉を残しつつ本日の動画はこれにて終了です この動画をご覧になられていいと思われた方はぜひご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。